この先にキーヤが、そして全ての真実が待っている。覚悟を決めよう。事件を完全に解決するために。クロスベル各地の状況か。いや、それだけじゃねえ。過去の出来事みてえなのも紛れ込んでるみてえだぞ。現実世界のかけら、時空を超えて連関してゆく因果。ありえないとは言い切れないみたいだね。ゼロの司法、その完成形としての青の大樹。なんだ今のは太陽の砦の地下に入った時の。いえ、エステルさんたちは一緒にいませんでした。それに…なんだ、どうした。どうやら僕たちには見えないものが見えたらしいね。ああ、一瞬だけどね。おぼろげながらキーヤの真の力というものが分かった気がする。もう言葉はいらないね。ロイド、行こうか。ああ。たか。ようこそ。世界の最果てにして全ての因果律の中心へ。ロイド、エリー、ティオ、ランディ、マジにダドリーまで。キア！よかった、無事でしたか。キボ、大丈夫なのか。もう心配ばかりかけてごめんね。キア、ロイドたちにずっと話せなかったことがあって、黙っていて隠していてごめんなさい。謝らないでいい。負い目に感じる必要もないんだ。あなたが無事でいてくれるだけで私たちには十分です。それに子供なんて多かれ少なかれ親に隠し事をするのが当たり前だっつーの。そんな当たり前のことすら利用して
キーヤちゃんをそそのかした。ベル、イアン先生、あなたたちの仕業ですね。なあ、その通りだ。怖いですわね。ですが私たちは最大限にキーヤさんの意思を尊重していますわ。そうですわよね、キーヤさん。やれやれ、大した面の皮の厚さだね。とにかくまずは戻ってじっくり話をするところからだろう。そうですね、家族会議というやつです。みんなありがとう。でもキーヤ、ここを動くことはできないから。だから。キーヤちゃん、どうして。何かあるんだな、司法としての力に関係して。それはキーヤさん、言って差し上げたらいかがかしら。あなたがこんなことをしているのは全てロイドさんたちのためだって。え、なんだと。かつての幻の司法と違い、ゼロの司法であるキーヤさんには時と空の力が備わっています。因果と認識に干渉する幻の力と時空間に干渉する力が合わさった時、世界を紡ぐ力をキーヤさんは手に入れたのですわ。世界を紡ぐ力。また尋常じゃない言葉が飛び出してきたね。どういうことだ。それこそ青きゼロの計画の目的にして根幹とも言える能力、世界を紡ぐ、すなわち因果律を操作し世界を組み替える力というわけだ。はあ？世界を組み替える。世界の事象の全てが持つシステムのネットワーク、それを過去と現在と未来において操作変更できる能力。さすがティオさんは飲み込みが早いですわね。そう、動力ネットにおいて最上位の管理者が震える権限に近いものがありますわね。争いを生み出す現実そのものを改変し、より平和的な現実へ組み替えていく。例えば帝国と共和国にクロスベルが従属翻弄されている現実を組み替え、クロスベルがその2国の上位にある宗主国として君臨する現実へと変えることも原理的には可能なのだよ。バカな。それはエイドスにすら不可能な所業のはずだ。おいおい、いくらなんでもヨタ話が過ぎやしねえか。さすがににわかには信じられません。おかしなことを言いますわね。あなたたちだって一度それに助けられていますのに。え？助けられたって、まさか先ほど見た。数ヶ月前教団のロッジに潜入した時の。私を見つけて。どうやらロイドさんは思い出したみたいですわね。すでに一度ごく小規模ですが現実の改変は行われているのです。あなた方が暴走したヨアヒムに殺されてしまったという現実の改変が。
マジなのか。最初の時、ロイドたちはエステルたちやレンってこと、そんなに仲良くならなかった。それが原因で4人だけで乗り込んで、あの子の助けも来ないまま。結局それを知ったキーヤさんは、司法としての力を暴走させて過去の因果律に干渉したのです。その結果、あなた方が殲滅天使の問題を解決するという因果が導かれ、巡り巡ってリベールの遊撃士2人があなた方の助太刀に現れ、そして本来あなた方が殺された場面で殲滅天使が助けに来たのですわ。そんなことが。だが全くの偽りではなさそうだね。さすがにショックだったみたいですわね。ですが、ゼロの司法の持つ現実を組み替える力の真髄、あなた方の悲劇を回避するなどほんの序の口に過ぎません。この青の大樹、キーヤさんの力を増幅し、七葉脈を通じて世界そのものとリンクできる真珠があれば、悲劇を回避できるどころか、先ほど先生がおっしゃっていたレベルで現実を改変することが可能なのです。それがこの大樹の力。おいおい、シャレになってねえぞ。そうか、オリジナルの始まりの地と同じ。素敵でしょ。こんな素敵なものがあればもう何も怖くない。世界のすべてに幸福を与え、悲しい思いをすることもない。人はあらゆる不安から解放され、良きものだけを追求できる。まさしく錬金術の奥義、アルスマグナというものですわ。ベル、あなたは。イアン先生、本当にそれでいいんですか？何事にも備えは必要だ。人間の歴史はあらゆるリスクにどう対処するかの歴史でもある。そしてキーヤ君はそれを制御できる素晴らしい力を持っている。それは否定のできない事実だ。その結果、キーヤをそんな場所に押し込めることになったとしても、かつての幻の司法はやがて心を病み、自らを消すという結末に至ったと聞いています。あなた方は本当に一人の女の子にそんな重責を押し付けるつもりなんですか？ロイド、それはそうならないように私たちがいるわけですわ。キーヤさんに世界改変の責任を全て押し付けるのではなく、先生のような有識者がより正しい方向へ世界を変える道しるべをアドバイスしてゆく。それならば話は別でしょ。民主主義的なプロセスを全て否定するというの？民主主義の弊害はエリー君もよく知っているはずだ。ともすれば修具政治に陥り、大切なことを迅速に決めることもままならなくなってしまうシステム。クロスベルに限らず、どこにでも見られる現実ではないかね。それは。それに私とて自らの知見だけをキーヤ君に提示するつもりはない。マクダエル議長のような有識者にもいずれ協力を要請したいと思っている。ディーター君もまたマネジメントという観点から改めて役に立ってくれるだろう。そして、
君たちもまた私たちの試みに協力してほしいのだ。新たな時代を開くためには君たち若者の意見も必要だ。そして君たちならば、ここにたどり着いた君たちならば、これからの時代に何が必要なのか身をもって分かっているに違いない。どうかね、この提案は。そんなことは。くそ、変に説得力がありやがるが。イアン先生、結局先ほどの質問にはまだ答えてもらっていませんよ。先生は本当にそれでいいんですか？あらゆるものには尊厳がある。人にも社会にも歴史にも。間違っていたり悲劇を生み出す結果につながったとしても、それをなかったことにするのは関わった人たちの尊厳を犯すことだ。例えば悲劇から立ち直ることで強さを手に入れる人がいるように、本当は先生にも分かっているんでしょ？ロイド、確かに人は正しい行動のみを取れる存在ではない。だがその過ちをなかったことにしていては成長することもできない。共に学び、力を合わせ、前に進んでいくことの意味。確かに、そいつがバッサリと切り捨てられちまうってわけだな。ロイド。キーア、俺たちと一緒に帰ろう。もうこれ以上俺たちのために無理をする必要はないんだ。前に俺たちが命を落としたという時も、辛くて苦しくて悲しい思いをさせてたんだな。ごめんなキーア、俺たちが不甲斐ないせいで。そんなことない。あれはキーアが勝手にやったことだから。だからロイドが謝ることなんて。だったらキーア、どうしてずっと浮かない顔をしているんだ？キーアも気づいているんだろ。俺たちの死を悲しむあまり、インガリツってのを操作して現実を変えてしまったこと、それがやっぱりズルだったってこと。キーア。まあ死んじまう結末が良かったとはさすがに言えねえが、それでも反則技ってのはどうしても言えちまうかもな。イアン先生、ベル、それについては政治も同じだと思います。時には王道でなく邪道が必要になる時もあるでしょう。ですが邪道を前提とするのはやはり間違っています。エリー君。キーヤちゃんという個人の超越的な力に頼ること、それはもはや政治ではなくただの神頼みとしか思えません。困難な状況を然るべき手続きと対話のプロセスによって乗り越え、全員の問題として解決していく、それが真の政治だと思います。多分キーアの力がなければクロスベルが深刻な危機に直面する可能性は高いと思います。大陸全土の混乱、経済危機、そして帝国は内戦が終了次第クロスベルに牙を剥くでしょう。それでも俺たちはキーヤに全てを押し付けるのが正しい選択だとはとても思えない。与えられるだけの奇跡に頼ったら
俺たち自身が成長できないから。だから苦しくても今は筋を通すべきだと思うんです。ロイド、ここまでか。自分では支援のつもりではないと思っていたのだが、やはりどこか欺瞞があったようだ。まるでガイ君に諭されているような気分だったよ。先生、すまない、君に言えた義理ではなかったな。キーヤ君、いろいろと惑わせてすまなかった。君は君自身の判断でどうするかを決めるといい。君にはもうそれができるはずだ。先生。そしてマリアベル君、期待に応えられなくてすまない。どうやら私の出番はここまでのようだ。構いませんわ。もともと先生には計画の総合的なプランニングをお願いしていただけですから。今までお疲れ様でした先生。処分したというだけですわ。その意味ではキーヤさん、あなたも例外ではなくて。キーヤ！おい、うちの子に何しやがる！これ以上迷うのなら、意志を持たぬ愛らしい人形のようになってもらう。もともとクロイス家の秘術によって生を与えられたホムンクルス、どのように扱おうが私の勝手ではなくて。ふざけるな。ベル、言っていいことと悪いことがあるわよ。撤回してもらいます。いいでしょう。私はマリアベル・クロイス。エイドスを超える至宝を求め、全てを犠牲にしてきた一族の末裔。その千年の妄執の重みと、あなた方の一年にも満たぬ絆のどちらが果たして強いのか。互いに視力を尽くして比べてみるとしましょうか。望むところだ。最高位のマギウスと認定、全力で制圧する。ようこそ私の世界へ。この勝負絶対に負けられない。
きます。分析を公開します。ゲットです。俺の番だな。よし。
上出来だ。うん、やるね。やれやれだぜ。なるほど、さすがアリオスさんたちを退けただけはあるようね。ベル、ここまでにして。もうこれ以上私たちが戦う意味なんてないわ。私の可愛いエリー、あなたの頼みならばと思わなくもありませんけど、知っているでしょ、私が可愛い子ほどいじめたくなってしまう性格だと。何を。ところでキーヤさん、あのことをロイドさんたちは知っているのかしら。あその様子では伝えていないみたいですわね。ちょうどいいですわ、ここで彼らにも教えてあげるとしましょうか。やだ、やめて。ベル、お願い。どういうことだ。つうかお嬢さん、うちのキーボーをあんまいじめんじゃねえっての。あなた方は本当にキーヤさんを愛しているのですね。クロイスケが教団に託した本物の魂を持たないホムンクルス、教団が犠牲にしたあまたの魂をつなぎ合わせただけのまがいものの人形を。今さらそれがどうした。そんなのはとっくにザイドから聞いて知っている。キーヤがキーヤとして私たちのそばにいること、それ以上に大切なことはないはずです。キーヤさん、あなたは本当に幸せ者ですわね。ロイドさんたちの、いえ、関わった全ての人間の好意と愛情を集めることができて、あなたの力によって。ベル、今、なんて。あなた方は不思議に思わなかったのかしら。多分出会ったばかりの頃からキーヤさんが愛しくて守りたくて仕方がなかったのでしょう。それはなぜだと思います。おいおい、何をバカな。あのヨアヒムはもちろんマフィアや魔獣ですらキーヤさんを積極的に害そうとはしなかった。誰とでもすぐに仲良くなり無条件で愛されてしまう女の子、その異常さを誰一人として疑問に思わなかったのではなくて。違う、違うの。いいえ、違いません。あなたには無意識のうちに周りの人間の心と魂をつかむ力がある。誰もがあなたを愛し守るよう因果と認識を操作してしまう力が。まがいものの存在にまがいものの愛というわけですわね。
神器は青い神キア。これぞゼロの至宝と青の大樹が完全に一体化した終わりにして始まりの形態。すべての時空間の因果を操り、エイドスの課したカセオも打ち破る、真にして義なる地上の神。青のデミウルゴスですわ。そんなごたく知ったことか。すべてはキーヤ、あの子を取り戻してからだ。おお、難しい話なんてのはそれからでも遅くはねえだろう。巨大な霊視体の権限を確認。中枢のコア部分にキーヤがいます。なんとしてもあそこからキーヤちゃんを解放しないと。みんな、これが最後の戦いだ。全身全霊、俺たちの全てをあの青き存在にぶつけるぞ。あ！俺の番だな。僕の番か。エニグマ駆動。エニグマ行きます。ターゲットを攻撃しました。
くよ。私の番ね。よし、やや僕の番だ。やや
行くぞ。それ。ありがとう。僕の番か。行くよ。それ。行くぞ。それ。よし。それ。やれやれ。さあ、パーティーの始まりだ。俺の番だな。Yeah.
ごめんね。任せて。私の番ね。行きます。 AO システム全開、ゼロコネクティール。任せて。任せてくれ。Okay.
私の番ね。はい。エニグマ鼓動。よし。司法のように、まさかそれは自らの存在の因果を解き消滅したっていう。ロイド、ロイドさん、なんですの、どうするつもりだ。大丈夫だ、そこで待っていてくれ。俺が必ずこの子を。キヨ、この手で。ライダここは、みんなは、キーアはどこに行ったんだ。どう考えても普通の場所じゃなさそうだ。むやみに動き回るわけにもいかなさそうだけど。どうしてだろう、こんなに何もない場所なのに。なぜか不安や恐れは不思議なほど感じない。一体この場所は。どんな状況でも慌てずに踏みとどまって現場の把握に努める。だいぶ捜査官として板についてきたじゃないか。あ、なんだ、どうしたロイド、久しぶりの再会に口も聞けないくらい驚いたのか。あ、兄貴、兄貴なのか。兄貴だなんてカッコつけてんじゃねえっての。前みたいに兄ちゃんって呼べばいいだろうが、二人しかいないんだから遠慮なく甘えていいんだぜ。放っておいてくれよ。でもその減らず口、間違いなく兄貴みたいだな。夢でもないみたいだし、一体どういうことなんだ。ああ、どうやらここはあの子の内面の一部らしいな。あらゆる可能性を内包しつつ世界を再構成できるゼロの世界、どうやらそんな場所らしい。
ゼロの世界。兄ちゃんが、兄貴が現れているのも関係があるのか。ああ、おそらくあの子は過去の時空間に干渉することで俺という存在を知ったんだろう。そしてお前やセシル、アリオスやティオたちのためにも俺を蘇らせようとしたのかもしれん。兄貴を蘇らせる？まあ正確には今の世界を俺が死ななかった世界に紡ぎ直すってことだろうけどな。どうだロイド、お兄様が戻ってきたら嬉しいか、それともうざっといか。そんなの嬉しいに決まってるだろ。でも死んだ後の時間を、そこで頑張ってきた人々の努力を否定することにもなる。ま、当然そうなるだろうな。特務支援課だったか。俺も参加してお前らと一緒にいろんな事件を解決している世界もあり得たのかもしれねえが、それは今のお前らの世界じゃない。はあ、本当にそんな世界があったらどんなに楽しくて嬉しくて幸せだろうと思うけど、それでも僕は、ああそれでいい。お前がそう言えるようになったのを俺は誇りに思うぜ。本当にあの甘えん坊がよくここまででかくなったもんな。に、兄ちゃんなんかに甘えた記憶はないっての。セシル姉にならともかく。そうだったな。セシルも自分のために歩き始めてもいい頃合いだ。なんだったらお前思い切ってアタックしてみたらどうだ。天然ボケだからなかなか気づいてくれなさそうだけどな。うるさい、セシル姉をバカにするな。兄ちゃんなんかにはもったいない、最高の女性なんだからな。兄貴、そろそろ行くよ。大切なものを取り戻してみんなのところに帰るためにも、またいつか会えるよな。ああもちろんだ。俺はお前たちの近くにいる。泣きたくなったら、甘えたくなったら、いつでも呼んでくれりゃいい。わかった。でもどんなに苦しくても壁は乗り越えられると思う。みんながいて、その向こうにある明日をつかむためだったら。だから大丈夫、安心して見守っていてくれよな。生意気言いやがって。今のお前ならあの子を本当の意味で見つけられるはずだ。殻の中に閉じこもったお姫様を見つけ出して抱きしめてやれ。ああ、さよなら兄貴。そう、生きている限り壁はいつだって現れるもんだ。大切なのは乗り越える意志と、その先にどんな光を見出すか。気張れよロイド・バニングス。見つけた。どうして。
声が聞こえたからさ。いつだって俺はキーヤの声が聞こえていた。耳を澄ませて感じていたら、キーヤの心の声がどこにいるかが分かったよ。そっか。でもキーヤ、ロイドにそんな風にしてもらう資格なんてない。だってキーヤは。キーヤ、それは違う。生まれがどうであろうと。違わないよ。キーヤは本物の人間じゃないし、心や魂だって本物じゃない。そんな風に優しくしてもらえる、守ってもらえる資格なんてなかった。それなのにキーヤは。なあキーヤ、キーヤが俺たちのところに来てから半年以上経って、どれだけの幸せを俺たちにくれたと思う？多分それはキーヤが感じた幸せと同じか、それ以上だと思う。キーヤはさ、俺たちといて楽しくなかったか？楽しかった。すごく幸せだった。でもそれはロイドたちがそう感じるようにキーヤが仕向けただけかもしれない。大切なみんなの心を操っていただけかもしれない。そんなのってこら、あのな、きっかけはどうかは知らないよ。俺たちには操られた実感もないし、それにそんな風にだったら別に操られたって構わないと思う。子猫や人間の赤ちゃんだって無条件に愛らしくて守りたくなる存在だろ。キーヤのそうした力だってせいぜいその程度じゃないのか。そして俺たちの過ごした時間はそんな力なんかじゃ測れない。俺と一緒に料理の練習をしたり、同じベッドで寝て寝坊したこと、エリーと一緒に本を読んだり、みんなの洗濯物を屋上に干したこと、ティオと一緒に掃除をしたり、ミッシーの限定グッズを買ったこと、ランディと一緒にポーカーをしたり、露店街に買い出しに行ったこと、課長と洗い物をしたり、サイトたちと昼寝をしたこと、それが嘘だったなんて本当にキーヤは思うのか？それは。嘘じゃないと思う。だったらそれが俺たちにとっての真実だ。そしてその真実がある限り、この先どんな困難が迫ろうと俺たちは決して負けはしない。だからキーヤ、一人で全部背負う必要はないんだ。それはキーヤも含めて俺たち全員で頑張ればいいんだから。それが仲間で家族っていうものだろ。ロイド。
キーヤ。相変わらずいいタックルだ。さ、帰ろう。みんなが俺たちを待っている。このまま抱っこするから、ちゃんと捕まっているんだぞ。兄顔負けの無鉄砲さだ。ふう、ただいま、みんな。ロイド、よかった。キーヤも大丈夫ですか？どうやら元の姿に戻ったみてえだが。ああ、もう大丈夫だ。ほら、キーヤ、みんなに言うことがあるだろ。ごめんなさい。ずっと心配かけて、勝手なことばかりして。それから、来てくれてありがとう。キーヤちゃん、お礼なんて必要ないです。まあ、帰ったらお尻ペンペンくらいは覚悟しろよ。ああ、もうもう泣くことないだろ。やれやれ。まったく、つまらない幕引きですわね。マリア・ベルさん。ベル、まだやるつもりなの？やるも何も、キーヤさんから司法の力は失われてしまった。クロイス家の千年の猛襲とともに、本当に拍子抜けもいいところですわ。ベル、教団の悪夢も本当の意味で終わりですか？ええ、ですがこの先さらなる最悪がクロスベルを待ち受けているでしょう。特にエレボニアはどちらの勢力が内戦に勝利しても侵攻してくる可能性は高いはず。そうなればカルバードも対抗して軍を派遣するのは間違いありません。ええだろうな。ですが、司法を失った以上あなた方に食い止める術はない。それは分かっていますわよね？それでも俺たちはキーヤと共にこの選択を選んだ。最悪という壁を共に乗り越え、明日という光をつかむために。だから後悔はしません。はい。今まで以上に忙しくなるでしょうね。だがここに来るまでだって散々苦労してきてるからな。警察も今まで以上に真価が問われることとなるだろう。立場上滅多なことは言えないけど、天霊賞による横やりもなくなりそうだし、教会も少しは力になれるはずさ。付き合いきれませんわね。まあそういうことならばせいぜい頑張るといいでしょう。ベル、マリア・ベルさん。ああ、イアン先生ですけど
仮死状態にしただけですわ。きちんと処置すれば助かるでしょう。それと司法の力が失われたことで大樹もじきに消滅するでしょう。もって数時間、せいぜい早めに脱出なさいよ。あんた、どうして今回の顛末がどうなってもクロスベルは立つつもりでしたから、ウロボロスのマスター殿に欠けた人の代わりを務めるよう望まれていたので。あ、使徒、結社の最高幹部ですか、ベル、あなたエリー、そんな顔しないでちょうだい。大陸がこうなってしまった以上、いずれまた会う機会もあるでしょう。それまでの間、遠くの地よりしかと見せていただきますわ、あなた方の悪あがきをね。ベル、それとお父様ですけど、極刑は勘弁してあげてちょうだい。クロスベルの立て直しに少しは役に立つでしょうから。それでは皆さん、ごきげんよう。ベル、最後までってなんだから。うん、確かに致命傷じゃない。みんな手分けしてイアン先生をメルカバに運ぼう。それにアリオスさんたちも解放して運ぶ必要があるだろう。あと数時間で大樹が崩壊するそうだから、急ぐ必要がありそうだな。アッパスやみんなに連絡して手分けをするとしようか。それにしても最後までマリアベルさんはマリアベルさんでしたね。ああ、あんだけのことをしたのにどこか憎みきれねえっていうか、あれも人徳ってやつなのかね。ベルは多分どこまでも自分に正直なんだと思う。一度やりたいと思ったことは何のためらいもなく、あらゆる方法でそれを成し遂げようとする。たとえ一人でも全く気にせずに。でもみんながベルみたいに強いわけじゃない。ああ、だからこそ人は家族や仲間が必要なんだと思う。壁を乗り越え、まだ見ぬ明日の光を掴むためには。ま、光が見えるのはまだまだ先にはなりそうだが、それでもなんとかなりそうって気分にはなってくるな。はい。まあ、ここにいる人間だけでもこれだけのことができたんだし、クロスベル中の力を合わせたらなんとかなるんじゃない。確かにな。キーヤも、キーヤも頑張る。みんなと一緒に大切な場所を守るために。キーヤちゃん、千人力です。その息だぜ。ああ、一緒に頑張ろう。特務支援課、撤収。アリオスさんたちを回収しつつ、メルカバで大樹より離脱する。戻ろう、俺たちのクロスベルに。
こうして俺たちは無事クロスベル市へ戻った。リーター大統領、いや市長は改めて逮捕されることとなり、しばしの間マクダエル議長がクロスベル市長を兼任することになった。そして別れ、ワジたちは後遺症の残ったバルドとアルテリア報告へと帰って行き、他の来訪者もそれぞれの道のためクロスベルに長い別れを告げた。かたやうごめく者たちがいた。見喰らう蛇は彼らの計画を遂行するためさらなる力を得て大陸全土への干渉を始め、内戦が続いていたエレボニア帝国では鉄血宰相が貴族勢力を駆逐し勝利を収めた。そしてクロスベルは帝国の占領下2年に及ぶ苦難の季節を迎える。